祇園会館は、京都府京都市東山区にある劇場。座席数、502席。吉本工業が運営する、吉本祇園花月の公演が行われるほか、毎年11月には、名物の祇園をりの開催地となる。また、各年に開催される、京都映画祭の会場としても使用されている。過去には、名画座として日本盾ての映画上映をしていた。 外壁には1958年の開館当時から残されているタイル壁画があり、外観上の特徴となっている。2012年3月30日まで映画館として運営されていた。日本立工業、飲食物持ち込み自由、入れ替えなし、途中入り退場自由という昭和のレトロなスタイルを保ち続けた日本国内の中でも稀有な名画座であった。上映内容は、 邦画、ハリウッド娯楽ものなど、過去の人気作品を幅広く取り上げ、ジャンルにこだわらず上映された。なお、館内ではポップコーンが売られていた。2011年5月3日からは、吉本議員花月の公演が始まり、映画は平日のみの上映となった。その後、2012年3月30日に映画上映を終了した。最後の上映作品は、三十四。 王妃の首飾りとダビンチの飛行船と猿の惑星、創世紀。擬音会館、3月末で映画上映終了、1月公演を拡大京都新聞2012年3月5日22時44分。ありがとうございます。